めまして、ゆうおざです。外部マイクを買ったので、ちょっと元グブログ、いきなりカミカミですね。元グブログに挑戦したいと思います。愛車ですが、16年の式の WR250X、ヤマハのモタードと言われているバイクですね。それを購入時と同時にショップでレッドブルのデガールを貼ってもらってカスタムしました。まあ外装だけのカスタムなので、性能的にはにはいけないんですね。私東京の下町葛飾区で、頑張ってます。いけないね。このテストは自分の声がどのくらい入るのと、あとマフラーの音がどのくらい入るのかをちょっとテスト、あと風切り音がどんだけ入るのか分かんないので、そのテストを兼ねてます。本奥戸橋ですね。奥戸街道になります。ちょっと薄着してきちゃったんで寒いな。まあちょっとその辺を走るだけなので、大丈夫でしょう。マイクも安物なんで、どんだけ音が入るのか全然見当もつかないですけど、どちらかというと走行動画がメインなので、このブログにはそんなに興味があるわけではないので、なんともしがたいですが、それに喋りは苦手な方なので、支離滅裂で何を伝えていいのかちょっと分かんないですね。まあこれからツーリングとかに行った時に、次第、録画とかそういうのじゃ分かんないんで、録画や録音次第ではちょっとお蔵入りになっちゃう可能性もありますね。今回初テストということなので、なんでもねえや、分かんねえ、何言っていいか分かんねえよ。ちょっと参ったね。日中すごく暖かかったようですが、夕方にちょっと出てきたんですが、寒いですね。寒いっていうか、世の中では暖かいって言うんだろうけど、ちょっと私薄着したので寒いです。あと花粉、昨日東京雪降りまして、今日28日だから27日か、雪降りまして、とても寒かった。その後に15度ぐらいまで気温が上がるって、春はこうやって寒くなったり
こ行こうかな。寒いし、そんな変なとこ行きたくないし。ここは前教習所だったんだけど潰れちゃったんだよね。あ、成田スカイライナー、成田スカイライナー、なんかすっげえ車乗ってる。あ、ランボルギーニかな、バイクです。こんな感じのバイクに乗ってます。今ヘッドライト移設して、ここにビームじゃわかんねえような、スポットライト的ヘッドライトにしてます。つい最近やったのはここにミラーをつけたと。4インチのでかいやつだったんだけど、でかすぎちゃって今度乗ってる位置から見えにくいので、3インチのに変えました。4インチの余っちゃった。今後、まあ、使わないんで、あげてもいいんだけど、まあちょっと置いとくかなみたいな感じですね。第1回目なので、こんな程度しかできないんですけど、今後もしか喋れるようならあげていきたいと思います。ありがとうございました。